皆さん、こんにちは。この新知県庁呉服町に約3年ぶりに帰ってきました黄色いチーム、アカデミコズギ静岡です。新型コロナがいまだ、収まりがつかないようなこういった情勢の中、当初、この静岡サンバカーニバルが、2020年で、最後です、ファイナルですと、終わりですということで予定をしていたところ、残念ながらコロナが拡大した関係で、開催が見送られました。で1年見送られて、で昨年、で昨年も見送られて、ようやく開催に踏みつけました。我々本当に、待ち遠しかったです。おそらく皆様もそうじゃないでしょうか。なので本当に今日一日ですね、今日と明日ですが、今日は、明日一応パレードなんですが、今日はそのプレイベントということで、まず、こちらの大町静岡をですねちょっと盛り上げようということで、今回プレイベントに我々のチームが参加させていただくことになりました。12時までということでちょっと短い時間ですが、どうぞお付き合いの方ほどをよろしくお願いいたします。一応ですね、本当のメインは、明日の、パレードの方なんですが、まずですね、私たち、この楽器隊、アカデミコス静岡の楽器隊のですね、まず、演奏をちょっと2曲ほどちょっと披露をさせていただきます。で、この2曲はいずれにしても明日パレードの時でもやりますが、通常 のサンバの曲っていうと皆さんイメージもあると思うんですけど、結構ハイテンポなイメージがあると思います。先ほどちょっとバツカーだと言ってちょっと少し音出しをやりましたけど、実はそればかりサンバというのはそればかりじゃなくて、ちょっとゆっくりなちょっとスローな感じのものもあります。いわゆるサンバヘギというものとか、そういったものがあります。まずですね、ちょっとそちらの方のサンバヘギの方を、一応2曲ほど連続してちょっと披露をさせていただいて、でそちらの楽器隊の我々の演奏が終わった後、おそらく皆さんお待ちかねかと思いますけどね、今回ちょっと特別に、ダンサーさんの方にも今回一緒にコラボしていただけることになりましたので、後ほど、ご紹介をさせていただきます。で最後に、皆さんと一緒にちょっと、また最後一曲盛り上げていきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。早速ですが、ちょっと、2曲連続で披露させていただきます。まず、バイヤという曲ですね。このバイヤというのは、実はおそらく静岡でですね、おそらく皆さんどこかで聞いたことがある曲かも分かりません。サッカーどころということもあるので、どこかで聞いたことがあるかもしれませんので、ちょっとその辺皆さんようちょっと聞いていただきながらですね、聞いていただきたいと思います。でその後で、バイアニダージナゴーという曲、これもちょっとスローテンポな曲ですけど、そちらの方を2曲続けて、披露させていただきますので、よろしくお願いいたします。
今回ですね、お二人のダンサーさんに、来ていただきました。お二人はですね、遠く、今回遠方はるばる、東京から、わざわざ駆けつけてくださいました。ですね、今回ですね、実はですね、アカデミコス静岡として出てはいただいているんですが、今回ですね、ちょっと県外のチームの方がちょっと諸事情でちょっと呼べなかったということもありまして、今回ですね、うちのチームと一緒に出ていただけるということで、心よくお引き受けいただきました。ちょっとご紹介させていただきます。皆さんから向かって正面、右側の方が、舞子さん。で、反対が、右側、マリリンさんです。お二人ともですね、東京の、有名な浅草のサンパチーム、仲見世バルバロスでダンサーとして活躍されているお二人です。今回ですね、特別に今日と明日ですね、一緒に我々のアカデミコス静岡とコラボしていただくことになりました。この2日間ですけれども、このダンサーさんの皆さんと我々バテリアの演奏で、この静岡のお街を盛り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは、時間が迫ってきましたので、じゃあ最後にですね、明日のパレード曲、私たちの、メインの衛兵度曲、サウゲーロ1993を披露して、お別れしたいと思います。それでは、始めたいと思います。